ここから出ないと俺はいつ食われてもおかしくないぞ。俺はこの洞窟に来てすでに3週間が経過している。しかもクマと共にだ。どうしてこんな状態になってしまったのか。それはマイケル、お前いつ帰ってくるんだっけ。今日はテント張って寝るから明日だな。仕事は明日帰ってやるよ。悪いな。それにしてもお前登山好きだよな。今年で何度目だ。だいたい10回目くらいかな。お前も今度連れてきてやろうか。気持ちいいぞ。俺はパス。家で映画でも見てる方が好きなんでね。じゃあ楽しんでこいよ。あ、サンキュー。俺はいつものように趣味の登山をしていた。登山歴もそこそこあったし、一人でも何も心配はない。実際今まで危険な目にもあったことはないし、危ない山には登らないようにしていた。しかし、ここは なんてことだ。ここはクマのねぐらか。俺は気づくとクマのねぐらに倒れていた。しかも脊椎を怪我したようで、思うように体を動かすことができなかった。どうする。俺はこのまま食われるしかないのか。そういえばクマは肉を腐らせて熟成してから食べるって聞いたことがある。しばらくは食べられないはずだ。その間に救助を呼ぶしかない。こうして俺のクマに生きているのを悟られない決死の生活が始まった。まずいが飲めなくはない。水分もまともに取れないここじゃ尿を飲むしかない。耐えろ。必ず救助は来てくれるはずだ。俺は登山のために軽く保存食と水分は持ってきていた。そのため最初の数日は持ったが、それでも1週間もするとなくなり、水分は尿を飲むしかなかった。そして食料は洞窟にいた動物やクマが持ってきたであろうものを少しずつバレないように食べた。やばい、帰ってきた。俺がこの洞窟に運ばれてからどれくらい月日が経ったのだろう。確実に20日は超えて、もう何も気力がなく、どうすることもできない時だった。ダメだ、ここにもいねえ。最近クマもめっきりいなくなったしな。助けて。なんだ？どうして？今声がしなかったか？そんなバカな。助けて。おい、人だ。しかも生きてるぞ。こりゃひどい。早くレスキューを呼べ。と、このようなフェイクニュースが流れているようです。どういうことなんですか？クマなんて関係ないですよね。ええ、旦那さんは感染という皮膚病とうつ病の症状であり、奥さんも知っての通りの状態です。しかし見た目的にもインパクトがありますからね。どこかの誰かがマイケルさんの写真を見てでっち上げたのでしょう。念のためですが、旦那さんの名誉のためにも変な噂が出回る前に誤解は解いておいた方がいいかもしれません。わかりました。そうしてみます。結果、クマに襲われてミイラのようになったというのは完全なフェイクニュースだった。今の時代、様々な編集ができる中で多くの情報があふれ、フェイクニュースも多く存在する。フェイクニュースに騙されないためには、自分で情報を取捨選択する必要があるだろう。あたかも真実かのように虚偽の情報を広めるフェイクニュースは、近年では社会問題となっています。見出しの過激さに惑わされずに、今一度信頼できる記事なのか冷静に考えてみましょう。バイ、漫画レリア。